はい、それでは本日のゲストをご紹介いたします。ゆみさんどうぞ。はい、常識系 YouTuber の中野智之と私、七色代表の宮城信之にお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。中野さん、今日はこのイベント、はい、お二人で司会られてましたけど、はい、今日のイベントどうでしたか。楽しかったよ ね大盛況でね、うん、新しい東京多摩未来メッセという建物で皆さんたくさん来てくださって大盛況でした、うん、この建物ってもう最近できた建物なんですよね。10月ですね、うん、あ、もうじゃあもう10月にできて最初のイベントなんですかね。え、もう2、3個やってるね。あ、そうなんですか。どうなんですか、こういう活動は。普通盛んですよ。あ、やっぱ盛んですか、うん、八王子、まあこう NPO がね、めちゃくちゃ盛んな地域として割と有名だというのを、ね、聞いております。はい、で、ちなみにこういう衣装が。そうですね、私も市民団体として活動していて、パフォーマンス集団ザ・レインボーズという、はいはい、おばさん全身タイツパフォーマーとして八王子を盛り上げるっていうパフォーマンス活動をしております。さっきね、ダンスをやられてたんですけど、はい、めちゃくちゃ面白くて一緒に踊ってもらおうと思ったのに、行こうと思ったら、行こうと思ったらちょっと呼ばれちゃったんで行けなかったんですけどちなみに中野さんは八王子国の歩き方っていう YouTube をやってらっしゃるじゃないですか。そうです。YouTube、はい、どんなYouTube なんですか。これ八王子国の歩き方というのはですね、八王子の食レポ、まあそのなんですかね、ローカルな情報番組でございますね。食レポを中心とした、はい、はい、よかったらですか、うん、そしたら、え、八王子やってんの、どこどこどこ、西八王子、あ、なんだ西八かって言われてそれで聞いたら、いや八王子はね、なんかね、八王子の中心の人と西八とあっちと、うん、なんかね、結構派閥があるんだよって言ってたんでどうなのかなと思いましたけど。そうです、派閥っていうか、まあそうですね、なんか同じ感覚じゃないです。あ、なるほど。じゃあ八王子中って言っても結構地域で分かれてる。そうです。なんか八王子祭りとかも結構地域ごとにこう違う、おっしゃる、そうなんです。八王子、いわゆる八王子祭りっていうのは甲州街道沿いの人の祭りなんですよ、はい、でそれ以外の人はあまり関係ないっちゃ関係ないっていうね、はい、で仲悪いわけじゃないんですけど、あまりに広すぎて、はいはい、端から端まで、ね、25キロあるんです。おお、ね、一軒またいじゃないですか。そうなんですね。まあ、なんかね、全部一緒っていう感覚はあまりないんです。あ、じゃあ八王子で向こうの方だと、あ、なんか別のところから来たなみたいな、そういう感覚なんです。あ、南大沢の人なんだって行ったことないんだよ。あんまりほぼ行ったことないです同じ八王子だけど知らねえぞみたいな、行ったことないとこいっぱいあります。あ、なるほど。そうだ、かっこになるなんか理由っていうのはあったんですか。私が15年前立ち上げたんですけど、その時に私がかつて若い頃にレインボーの全身タイツを着て何かやりたいっていう夢があって、だからレインボーズっていう名前にしよう、全身タイツをみんなでね、虹色のを着ようよって言ったら、メンバーみんなドン引きで全身タイツ着れない、普通の主婦だったので、で私だけが全身タイツで最初やってたんですけど、さっきのパフォーマンス書をご覧いただいたように、いつの間にかみんな洗脳されて全身タイツを着ないとコマネチもできないと。最後コマネチです。コマネチです。そういうことはうまいね。いやいや、キレがあります。ちょっとやるだけでもキレがあります。もう最後コマネチですからね。コマネチです。だからゆうみさん、なんか質問が長野さんにあるみたいです。印象に残ったのはやっぱり、ね、八王子野菜が印象に。八王子ってね、実は都内でナンバーワンの野菜の生産地なの。おお、まあ田舎ってことですよね。だけど採れたての野菜がね、もうね、農家からバンバンこううちの近所の八百屋なんかにも送られてくる。でそういうのを使ったサラダとかがめちゃくちゃ美味しいんですよ。サラダ嫌いな人とかいるでしょ。ああいう人でも甘いの、アスパラとかね、ほんとなんか豆みたいな、レタスも甘い、ナスも甘い、イチジクみたいな。ナスもですか。ナスが、オラも。あ、ただそれはね、もぎたてじゃないと甘くないんだ。1日経っちゃう、2日経っちゃうともうえぐみとか苦みが出てくる。だからそのなってるやつを直接こうかぶりついて食べるみたいなね。かぶりついて食べて使っちゃうみたいな。怒られました。やっぱり。ウケるかなと思ってね、松茸のね、林に連れてってもらって、で、焦げた表紙にここにあったんで、かぶってかぶりついたら、まあ怒られた。怒られた。食レポあるあるですね。なんか絵が欲しくて。さすが YouTuber、 やること違いますね。視聴回数ね、そうですよね。視聴回数の奴隷でございますので。やっぱあれですか、YouTube で動画アップするじゃないですか。やっぱこう視聴回数気になります。
これがね、最初のうちは本当にね、視聴回数の奴隷になっちゃって、うん、でどうやったら上がるかみたいなね、もう炎上させようかぐらいまで、ああのでも良くないなと思ってね、そう回ったとしてもね、うん、で、やめようと思って普通にやってます。ああ、ね、ちゃんとしたきちっとね、食レポをやってらっしゃって、そうです、見させていただきましたけど、ね、面白い食レポだったのでね。嬉しい。はい。ね、見てください、相模原の人関係ないけど、あのね、関係ないけどね、僕のね、コメントによく書かれてるんですけど、食レポ全然入ってこなかったのね。なるほど。お前の PV かよ。結構コメント結構あのあれですね、きついコメントも結構ありますね。多いですよ、きついのがね。あのきついコメント来るとなんかちょっとうってこう胸刺さることあります。あります。あのコンディションの悪い日はね、普通普段元気な時は大丈夫なんですけど、コンディションの悪い日は好き刺さります。あ、そうですか。そういう時どうしてます？そういう時はもうすぐ削除してブロックして。もうお前のコメントなんか知らねえよみたいな。さすがですね、メンタル強いですね。強いんだから弱いんだから、はい、なんかパフォーマンスされてて、はい、なんかあーなんかちょっと今日はきついわとかってあるんですか？いやー今はもう吹っ切れて、で八王子の知る人ぞ知る全身タイツおばさんなので、最初だから15年前って周知されてない時に、何その格好みたいな感じでドン引きされることがあったんですね。でもドン引きの先をつかみ取れっていう精神で、私たちは素人の主婦だから、もう全力で素人にしかできない全力パフォーマンスをしようって突き抜けていったところで、だんだん周知してもらって、今は八王子の盛り上げ役としてイベントに呼んでいただくようになったので、今はやりやすくなりましたね。なんかリナさん、あの質問があるそうで、アガシさん。メンバーで活動していて、心に残ったイベントはありますか？心に残った、もう15年間やってるので、さまざまなイベントに出てるんですが、一番やっぱり心に残ったのが、レインボーの10周年記念公演、10年目にイチョウホール、八王子のホールがあるんですが、そこ800人入るホールで、そこが満席になって、たくさんの方に来ていただいて、今日、フィナーレで踊った僕らの八王子っていうのは、谷蔵さんっていう創作遊び作家の方が作曲をして、谷蔵さん、はいはい、そしてファンキーモンキーベイビーズが振り付け、あ、振り付けじゃない、作詞をしてる、そうなんですね、はいはい、谷蔵さんが振り付けもしてるんですが、谷蔵さんをゲストに呼んで、はい、あと八王子のゆるキャラだったりとか、八王子のバンドプラチナリズムとか、そういうエイトプリンセスちゃんってアイドルちゃんとか、いろんなゲストが参加をしてくれて、それで800人満席で10周年を迎えられたっていうのが一番心に残ってます。10周年ね、はい、でも10周年ほど続けるってなかなか難しいことですよね。そうなんですけど、私たちモットーが笑顔とパワーを届けたいで、私たち自身がもう楽しむ、全力で楽しむっていうことが一番大切にしてることなので、楽しむことが目的だとトラブルもなく、本当にもうおばさんたち集まってゲラ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 笑いながら楽しいことだけやってるので、本当に皆さんに苦労とかありますかって言われるんですけど、もう何にも、何も楽しくね、もう楽しく活動を15年やってきてます。はい、楽しいものは何なんですね。 YouTube 10年続けて結構大変ですもんね。いや大変です。今何年目でいらっしゃるんですか？まあでも4年ぐらいやってますよね。あ、はいはいはい、最初の頃はやっぱ大変でした、こうチャンネル登録者もやったりとか、全く伸びなくて、ええ、はい、もうや心折れましたね。もう何ヶ月や、1年2年やっても15人とかね、はいはいはい、本当やめようかなと思う。どのくらいからこう伸びたんですか？食レポやったら急に伸びたんです。そう、やっぱ食にみんな関心あるんですね。じゃあうちでも食レポやりましょう。相模原の美味しい美味しいの、ね、相模原国の歩き方やってください。やりましょう、相模原国の歩き方、相模の国1万人は行きますよ。行きますよ、行きますよ。じゃあ最後にね、アドバイスをいただきましたので、これを胸に私たちのチャンネル登録者を増やすように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたしますということでございまして、今日のゲストは、七色代表の宮城明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。それでは最後はせーの、こんばんは。